国内最大規模のおもちゃの見本市、東京おもちゃショーが今日から始まりました。今年は国内外の160社が新技術や世相を取り入れたおよそ3万5000点を出展しました。中継です。今年注目を集めているのがユニークな目線のカメラを搭載したおもちゃです。こちらおなじみの新幹線、実は運転席から見えている景色が私の手元にもリアルタイムで映っているんです。スマートフォンやタブレット端末で運転操作もできるので、まるで運転士になったかのような気分を味わうことができます。さらに列車の横にもカメラが搭載されていて、乗客目線の映像に簡単に切り替えることができます。このほか水中で動画や静止画を撮影できるカメラ付きの潜水艦も登場しました。リモコン操作で水槽の中など狭い場所でも自在に動かすことが可能で、魚に接近して撮影ができるということです。また猫ブームを背景に開発されたのがこちらです。背中を押すと鳴き声が出るんですが、このように音階になっていて自分の好きな曲を演奏することができるんです。子供だけでなく家族みんなで楽しめるおもちゃに各社が力を入れています。今回で55回目となる東京おもちゃショー、今日から4日間でおよそ16万人の入場者を見込んでいます。